狼よ、お主は言ったな、なすべきことをなせと。それが未だ見出せぬ、わからぬのだ。竜印は何故私に授けられた。じゃが、誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。掘り回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての。
確かに。だが、わしにはわかるぞ。まるで、誰かを呼び、泣いておるような。もしや、このわしを…お主。時折、聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか。どうした？ん？ああ、忍び殿か。音をたどり、ここまで参り申した。ほら、かすかに風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。まあ、務めなどもうよい。あの調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。お前さん、身投げされるのかい？なんだと？足名の底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足名の底はあっちじゃ。
何にやられた？おザル、首が、
行ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の奏者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちにすっと霧の奥へ去ってしもうたわ。
忍び殿か。あの調べに気を取られ、不覚を取り申した。しかと聞こえる。きっとこの先にあの女僧者が。やはりわしを待っておったのじゃな。なぜ泣く？悲しいのです。何が悲しい？今頃はサクザ様、どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、御仁、サクザ様はいずこですか？知らぬ。あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか？you
代わりに。